どうも文人です。いやー、すごい残念なお知らせがあります。それはね、皆さんには関係ないけど、この私にとって残念なお知らせです。それはね、この前ね、ちょっと前に申し込んだ YouTube FanFest をしちゃった、落選しちゃったんですよ。これ見てくださいよ。これもうこれ落選、YouTube FanFest 落選のね、そう、落選のご連絡。はい。落第無視さんは私の本名ですね。この度は YouTube FanFest にご応募いただきありがとうございます。いや、どういたしまして。誠に残念ですが、抽選の結果、落選となりました。またの機会にぜひご応募くださいって、ちょい。違うだろ、それ。去年行けなかった人を優先しろよって感じだよね。去年落選しちゃったから。どういうことだよって。だから言ったじゃん。みんな応募しちゃうと俺の枠がなくなるから、そこは空気読んでって。もうというわけでね、また来年ね応募するんで、今度こそ空気読んでね、皆さん、いろいろ関係者の皆さんもね、この YouTube FanFest行きたいから、ほんと行きたいから応募してるんだよ。わかる？行きたくなくて応募してるわけじゃないんだから。というわけでね、また来年もね、YouTube FanFest応募するんで、そこんとこよろしくな、文人でした。それでは、イエーイ。